こんにちは、萌です。今回は油絵についてお話ししたいと思います。いつもはアクリル絵の具なんですけど、今回は油絵です。で、今回使っている絵の具はですね、アメリカから買ってきていたブリックアートというアメリカの画材屋さんのブランドの絵の具を使っています。で、他にもですね、ウィンザー&ニュートンとかも使ったりしてるんですけど、日本で買えるもの、例えば、ホルベインさんとかターナーさんとかからもいっぱい出てるので、そういうのもね、安心して使えると思います。ただおすすめは、そういうちょっと聞いたことのあるブランドを買うのがいいかなと思います。結構失敗したりとかっていうのもあるので、質で選ぶならそういうブランドかなっていう感じです。で、今ですね、下書きを書いている感じを見てもらえたらと思うんですけど、これ今下書き書いてます。で、普通だったらですね、ちょっと茶色、薄い茶色とかでもっと薄くして描くんですけど、今回は写実的な絵ではないので、ザザッともうすでに後から塗る色で下書きをしてみました。なので普通はですね、もうちょっと薄くオイルとかで薄くして乾きやすくしたもの、例えばちょっと青っぽい色とか茶色っぽい色で下書きをして、そこからどん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 色をのせていくっていうのが一般的かなと思います。ただまあこういう今もうね、白いキャンバスの上に色をドッと塗っていっちゃってるんですけど、今回のようにですね、そんなに具象がもうリアルっぽい写実的な絵じゃなければ、こういう描き方でもいいんじゃないかなと思います。もちろん下書きをして、私の場合グリッドを描いてるので、それに合わせて描いています。で、色を塗る時なんですけど、アクリル絵の具と違うのはですね、混ざるっていうことです。もう本当に混ざりやすい、絵の具が伸びやすくて、なんていうのかな、こうキャンバスに描くときはさーっと伸びてくれるので、すごい描きやすい感じはするんですけど、それがですね、乾いてないところ、乾くのが遅いので、そういうところと混ざると色が混ざってしまうので、混ぜたくない部分は気をつけて描かないといけなかったりとか、あとはですね、グラデーション作るときすごく楽なんですけど、それもですね、色を考えながら描かないと変に混ざっちゃったりとかするのでですね、ちょっと描く順番とかも大事になってくるかなと思います。で、アクリル絵の具みたいに水で溶けないので、洗う時もオイルを使ったりクリーナーとかを使ったりして洗います。なのでアクリル絵の具の場合はですね、私は結構もう1本とか、細かいところだと細い筆に変えたりとかをするんですけど、同じ筆でずっと描いたりしますが、油絵の場合は1本でも描けるは描けるんですけど、毎回洗わなきゃいけなくなっちゃって、しかもそれが水じゃないのでちょっと面倒です。なので何本か用意しておいて、例えば今塗っている水色っぽい色はこの筆で塗るとかですね、で赤いっぽいところは違う筆で塗るとか、そういうのを分けて、その色、近い色で筆を分けるみたいな感じにして描くと、進みが早いかなと思います。全然1本ずつ、1本しか筆持ってないからっていう人はですね、全然いいと思うんですけど、何本か筆持ってるとかですね、これから油絵始めようかなって思う人はちょっと数本用意しておくと楽かなと思います。で、しかもですね、洗わないでいいっていうのはですね、乾かないので、乾くは乾くんですけど、乾きにくいので、アクリル絵の具だとですね、もう数分置いてただけで乾いちゃうので、例えば筆に絵の具をつけてそれを放置しておくとガチガチになっちゃいます。なんですが油絵はそんなことがないので、例えば今塗ってる黄色い部分、この筆を使ったらちょっとこのまま洗わずに置いておいて、違うとこを描いてまた黄色の筆これに戻ってくるっていうことも可能です。で、その時にメディウム、早く乾く、メディウムを使っていると、その筆についた絵の具も乾きが早くなるので、そこは気をつけないといけません。例えばそういうメディウム全く使ってない場合、1日放置してても乾きません。なのでそれもいいところではあるんですが、
私の場合はですね、まあ、何日かかけて描く場合はその早く乾くメディウム結構使うので、まあ、使わない色とかもあったりするんですけど、まあ、分からなくなっちゃうのでですね、その日が終わったらもうこの今日はもう描かないって決めたら筆はしっかり洗って置いておきます。なのでですね、そういうちょっと筆の扱い方とかも油絵とアクリルでは変わってきます。なのでアクリルみたいにですね、もう毎回毎回すぐ洗わないと固まっちゃうとか、そういうのがめんどくさい人は油絵に向いてるのかもしれません。で、今ですね、赤で塗った上に白で、塗っていってるんですが、これもですね、赤すでにもう乾いてる状態の上にのせてます。で、これがですね、この乾くの早めるメディウムを塗ると24時間ぐらいで乾いてくれます。なのでその上にこう塗っていけるんですけど、これですね、乾いてない状態でこういう色の上にのせていくと、もう完全にもう全部が混ざって今だったらピンク色になります。で、この間のところ、ここはね若干乾いてなかったんですね。なのでちょっとピンクっぽくなってると思います。で、こんな感じでグラデーションというか混ざっちゃうので、まあ、混ぜたい時は乾く前にやったりとかで、混ぜたくない場合はしっかりと乾いてからのせるっていう感じです。それかこうやって上にのせなくてもそこだけ置いといてというか何も塗らないで進めていく。なので重ね塗りしないっていうか、違う色で重ね塗りをしないって感じですね。そういう書き方もあります。まあ、ただこう重ねてちょっと後ろの色を透けさせたいとかですね、そういう場合はこういう風に塗るとこう厚みが出るというか、まあ描くものによるんですけど、ちょっとね雰囲気が変わるかなと思います。で、グラデーション綺麗に描けると言ったんですけど、それもですね、アクリル絵の具でもまあグラデーションの描き方は一緒なんですけど、筆の向きとかを使ってですね、キャンバス上で色を混ぜていくっていうことなんですけど、それがアクリル絵の具よりは簡単です。昔ですね、アメリカのチョークアートの大会に出てた時に、おじいさんのアーティストさんがいてですね、ちょっと話をしてたんですけど、その方はチョーク以外には油絵を描く人だったんですけど、私が油絵描いたことなかったんですよね、その時。で、その話をしてたら、アクリルじゃダメだって言って、もしグラデーションをきれいにしたリアルな人物画を描くなら絶対に油絵を描けって言われた覚えがあります。で、そこからですね、油絵を使ってみたら確かにグラデーション全然描き心地が違うなって感じました。なので今までアクリル絵の具しか使ったことなかった人はですね、多分油絵使うとびっくりすると思います。で、結構私はどっちも好きなので、ま、どっちもメリットデメリットあると思うんですけど、描きたい仕上がりがどっちがいいかなっていうのを考えて私は描いてます。あとはですね、まあちょっと久しぶりに油絵使いたいなみたいな時は油絵使ったりするんですけど、本当仕上がりがこっち油絵っぽい方がいいなとか、ちょっとこれはアクリルの方が合うなみたいな感じで考えて描いてます。なのでまあそういう描き分け方もいいんじゃないかなって思います。で、こんな感じでですね、描き進めていっております。で、ここからちょっと抽象画ではないんですけど、ちょっとね抽象っぽくするためにパレットナイフで描いていくので、それもまた、動画を作りたいと思います。で、アクリル絵の具でも使いますけど、油絵でもパレットナイフを使ってゴテゴテにすること可能なのでですね、ちょっとそれをやってみたいと思います。で、今回はここまで筆で描きました。まあ、筆で描くときもちょっと今回はリアルではないんですけど、こんな感じで色の分け方とかですね、筆の使い方ちょっと見てもらえたかなと思います。なのでぜひぜひ皆さん、まだアクリル絵の具始めたことないっていう方はですね、これがあったら大丈夫っていうちょっと道具を揃える
動画も出してるので、そちらも見てもらえたらと思います。はい、ということで、この動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。